気持ち悪い。いやでも嬉しいですね。えな、この番組何でしたっけ、タイトル。ラジオ横丁。あ、ラジオ横丁一番地ね。いいですね、古風でね。海岸良平さんの漫画でも使わないようなタイトルで、まあ素晴らしい。ということで、林家小文平さんがどうも、毎週月曜日のこのリエコの部屋の、ゲストということで、部屋番組協力だから、うちの兄貴今 LF で日本放送、そうだ、峰竜太の歩き目です。そうそうそう、大丈夫、つまんないから、あの番組とか言いながら、どこに宣伝してませんか。フルで言ったりなんかしながら、一応仲良しだからね、うちの兄弟は。まあ一応ね、うん、去年でね、数字でちょっと近くなったんですよね。はいはい、日本放送とか。ガンガン行きましょうよ、ガンガン行きましょう、ね、もうガンガン行きましょう、ね、はい、この番組面白くしましょう。もう出たくて出たくてしょうがなかったんです、この番組。ラジオ横丁一番地です。タイトルすれなかった。もう今覚えたばかりじゃないですか。題名をもう絶対出たかったんです。あの作家の原さん、原ちゃん、うん、原さんとね、やる気満々って昼間の番組で、はいはいはい、出たいって言ったらもうすぐですよ、出させてくれて。あららら、もうぜひとも文化放送の力になりたいと思って今日はやってきたわけですね。うまいなぁ。うまいよね。なんで、いや本当よ、俺はもうさっきも言ってたでしょ、正直者のコブヘイに神宿る。あ、コブヘイじゃない、神戸ですね。全然つまらない。いいじゃないの、会話のつなぎでさ、何がさて、あ、ちょっと、はい、さっきね、階段のところにいたの、そしたらほら、ナンパしてたじゃない、うん、あの生きのいい若コード3人が、うん、綺麗だよ、連れてきたナンパの女の子。あ、もう来てました。早くもいました。あれ、見たんですか。君見た。うちか。すごい綺麗。本当に顔見ただけで3発抜けそうです。そんな下品なこと言ってる場合じゃないですね。すいません、盛り上げるためにちょっと言ってしまいました。ごめんなさい。さて、このコブヘイさんがですね、はい、出ていただくことになったわけです。そう、何やった、うん、ここでは楽しいおしゃべり会。いや、それがね、まだ決まってない。はい、そうなの。あのね、そう、作家の原さんとね、出るっていうことだけは決めたんだけど、何をやるか全然決めてません。うん、まあ、一応半年間のレギュラーということなんですけど、何にもやること決まってません。うん、どうしましょう。どうしましょうね。どうしましょうね。もう始まっちゃったんだから、何考えなきゃ。東尾さんも呼んで考えていただきましょうよ。何やるか分かんないんだもん、今後。東尾さん、企画に乗るのはうまいんですけどね。自分で企画出すのはあまり好きじゃないんですね。どうしましょうか、このコーナー。このコーナー、何やりましょうかね。まあ、とりあえず、タイトルの方は決まってるんですか。それは、作家の原さんが決めたって言ってたんで。はい、なんか、ナースの方から、あの、林家小武平さん。タイトル。林家小武平さん、ちょっと、イメージ変わった。ナース伊勢さんの時はすごい綺麗で可愛くてキュートな人だったので、この番組聞いたら単なるバカですよ。え、そんなイメージあったんですか。あ、しまった。オガちゃんとあの岡本夏樹を足して2で割ったような人かなと思ったんですね。そんなに。もっと綺麗でキュートで、本当天使のような方だと思ったら。痩せなきゃ。これも随分痩せたんですよ、小平さん。あ、そうなの。この間まで小平さんぐらいありました、軽く。ああ、そうですか。今ずいぶんスマートですよ。あ、そうですか。うん、あ、よかった、やってて。ダイエットをやりたかったらね、海老名緑のダイエットの方をお願いしますから。ね、はい。ちょっとあの、で、リエコの部屋の林家小平という、そうそうそう、サブタイトルがついてるわけです。ちょっとこれやだな。リエコの部屋の小平でしょ。やだよね、これ。主従関係がはっきりしすぎてるよ、これ。主と従がはっきりしすぎてる。言葉の暴力だよ、これ。リエコの部屋のコブヘイだよ。リエコの部屋っていうのは月金であって、うん、その日の月曜日のコブヘイさんっていうことですから。あ、やだな、変えよこれ。コブヘイの部屋のリエコでもいいし、リエコのコブヘイの部屋でもいいし。それじゃ全然わかんないじゃないですか。なんだかな、やだな。でも頑張るよ、頑張るよ、うん、頑張る。で、どうするのこのコーナー。で、まず何をやるかっていうのを、うん、まずこれ企画はまだ詰まってないんですよ。企画詰まってないの、うん、TBS のムーブと一緒です。どうします、企画決まってない。やりたいこと、そう思ってさ、私はもう寝なかったよ、昨日。昨日ね、あの、寝なかった。ドラマ今撮ってるんですけども、フジテレビの、一応ね、月曜日の今夜やりますけれども、ドリームウーマンっていう、ね、ドラマのね、合間にね、そう、作家の原さんとね、一生懸命曲作家の原さんじゃないんだよ。作家じゃないんだから、ね、寝不足でね、ちょっと口回ってないんですけど、考えたのがあるんです。あ、胸元から取り出した。ね、一応企画書を私、3枚ほど。えらい。これは涙の企画書よ。本当、じゃあまず一応考えたのこれから読んで。あ、これですか。うん。え、これよろしい。どうぞ。はい。ではこれもしこの番組で採用されなかったら、しのすけラジオの方に持っていきますからね。一応頑張ってみましょう。じゃあ寝ずに小平さん考えた企画第1弾、うん、そうそう、はい、空中浮遊もぐらたたきゲーム。
何これ。いいでしょ。これはリスナーの人が参加して賞金目指して得点を競い合うゲームコーナー、うん、修行を積んで空中浮遊ができるようになったヨガの業者をスタジオに10人集めます、うん、その10人のヨガの業者にボーリングのピンのような三角形の配置で座って座禅を組んでもらう。そうそう。でその前に出場者はピコピコハンマーを持って立つ。そう。座禅を組んでいるヨガの業者が、瞑想してふわっと浮かんできたところをピコピコハンマーで上からピコン、うん、次々に空中に浮遊するヨガの業者をわーピコンわーピコン、うん、制限時間内に延べ何人のヨガの業者を叩けるかを競う。いいでしょ。これ3人で競うんですか。そう。それで一応ライブ形式でお客さん2万人ぐらい入れても面白いんじゃないかなっていう。ヨガの業者が飛んで浮遊するなんてところはものすごくいい企画じゃないかなと思って。浮いたところとにかくピコ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 。そう。いいでしょ。ヨガの業者さんって浮いてるところ写真撮ってありますけどね、あれ写真しか見たことないんですよえ、もう細かく見るとね、あのちゃんと釣り糸で切っちゃったりなんかするぐらいだうん、でもまあそこら辺いいじゃないかね。こういう企画持ってきたんですけど、これはどうでしょうかね。一応ね、番組の主なんだから。これ主はね、リエコですから、うん、ナースの方でまずこれ辺のこの感想というかね、うん、コメントを、うん、ここでできないからボツあれそうかな。外でやりますじゃん。でも少しでも浮いたっていうか、その浮き加減が浮いたのかどうかわからないっていうのも。今さ、原さんの方で大虫二郷の朝原翔子さんをブッキングしようって話もありますからね。あそこも浮くんですかあの方も浮きますよ。素晴らしい先生ですからね。次行きましょうかそうですね、行きましょう。リアクションに困りましたかいえいえ大丈夫ですよ。はい、行きましょう、はいはい、次の企画はありますか。はい、ありますよ。これこれ、はい、どうぞ、はい、こちらの方でございます。2つ目の企画、小平さんの、はい、林家三平杯争奪。いいね、この辺まではね。いいね、泣かせるでしょ。ダジャレを言った後のリアクションでどこまで人を笑わせることができるか大会。はい、あ、ダジャレを言った後のリアクションでどこまで人を笑わせることができるか大会。そうよ。うちの親父の場合は、くだらない小話を言った後でも、あー本当にこれは昨日寝ないで考えたんですからとかね、こっちからこっち笑ってくださいとか、そういったのでドッカーンと受けましたでしょ。それと同じようにくだらないダジャレ、もうこのダジャレで笑っちゃダメ。面白いダジャレだったらボツだもん、そんなの。くだらないダジャレでもって、そう、ガチョウが商売始めたガチョリンスタンドってシーンとしたところ、そこで笑っちゃダメなのよ。その後のリアクションでドッカーンと受けさせるね。もうこの曲が揺れるぐらいのさ、パワーを持とうじゃないかってことで。お客さんがスーッと引いたところで、そう、普通だったらそこでめげちゃうんだ、大丈夫ですとは。その引いてしまったお客さんがその後のリアクションで受けさせる、受けさせると。これいいと思わない。あ、うん、これ毎週していただけるんですか。え、いやだからさ、するよ、するけども、まあ、こっち一応リスナーの方にやってもらうってことさ。あ、小話も考えてもらって、そうそうそう、電話をもらって、うん、でもって小話をやってもらってドッカーンと受けるっていうのはどう。あ、これいいかもしれないな、うん、例えばちょっとできます今ここで。例えばここでですか。これ書いたんじゃないですか。いや、私はプロだから一応ナース伊手さんにやってもらった方がいいですよね。例えばあのね、こういうあの小話があるでしょ。これ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 、ほうほうほう、あ、母ちゃん猿股避けちゃった、破けちゃったで、またかいという。あ、またかい私今引いちゃいましたね、簡単に。だってこれね、もう字が読めないよこれ破けたってちゃんと書いてあるじゃない。石に変わって書いて、これ破けるって読むのよ。猿股避けちゃった、またかいって全然面白くないですよね、小話間違えてたらね。母ちゃん猿股破けちゃった、またかいって言って、うん、お客さんをさーっと引かせると、うん、引いた後に、うん、そこでコブさんがどうなるかってんじゃなくて、ラジオ聞いてる皆さんがどうか。そう、引いた後のリアクションで笑わそうと、うん、これもいい企画だと思うんですよね。これ相当高等テクニックが必要なんじゃないですか。難しいわ。いや、でも今落語界は賃貸してるから、ここで受ければあなた落語家すぐなれますよ。はい、うん、ラジオ聞きの皆さんもそうだよ。いいですよ、いいですよ。この人も入れますか、これ。えうちの一門、うん、そらないよ。いや、うちの一門入れるどころか、この人呼んでみんなで習おうってすごい。ちなみに、あの、もうこれぐらいで、もう一つあるよ。何、昨日寝ないんだから。本当だよ、本当に寝てないって考えたんだから、はい、俺も読んでみて。いきます。はい、タイガマラソン 42.195 年。どうでもいいけど、あの野村さんの顔っていうのは大きい顔してますね。ほっといてくださいよ。正方形の顔の人って俺初めて見ましたよ。いろんな形あったけど正方形だよ。でもコブさん思ったより顔小さいですね。小さいですよ、お腹には肉ついてますけど、本当に。あ、そうでしょ、これぐらいの小さい顔で画面で見てあれぐらいなんだから。いきますね、これは普通のマラソンが 42.195 キロを走るのに対して、はい、丸42年と
195日間を走ろうという壮大なスケールの大河マラソン大会。いいでしょ。あ、なるほど。スタートした時に20歳だった人は、ゴールする時は62歳、ね、スタートした時に46歳だった選手はゴールする時には88歳の米朝を迎えるという、めでたいものも、これ誰がやるの？これ誰がやるの？これ誰がやるんですか？え、これリスナーの人。全部リスナーの人やらせてじゃないですか。当たり前よ。やってもらわなくちゃ。人生すべてマラソンの最中なんだ。そうそう、人生は長いマラソンって言ったじゃないですか。カーネル・サンダースが今の際にそういうものの本にそうやって出てたと思います、多分。知ってるつもりで見たような気がします。道頓堀川に落ちたカーネル・サンダースが人生はマラソンだっつって沈んでいったところを聞いた人もいました。で、3つの企画を今聞いたところで、はい、聞いたところで、小平さんは何されるんですか？はい、私は審査委員長。審査委員長ですか？戸籍裕二さんって名前にしようと思ってるんですけどもね。全部リスナーの方にしてもらって、はい、で、小平さんが審査委員長。美味しいところを取る。最初からそれ言えばいいじゃないですか。じゃあ、そうですか。で、美味しいネタができたらこれを講座に持っていく。はあ。一つのですね、まあここはお笑いスタダンがなくなった、まあ、あなたをお笑い芸人として発掘しようというコーナーにでもすればいいんじゃないかな。あ、もしくはね、私この半年間でもっと立派な落語家になる計画を立ててるわけですよ。そのためにこのコーナーを使わさせていただこうと思ってるわけですね。いいじゃない。全力投球させていただきます。他のレギュラー投げ打ってもこの番組にかけてます。私ラジオで言ってるって話ですね。違う、この番組だけ、この番組だけって、もう言ってない、言ってない。もうお兄さんと二人で言ってるって話。いや、言ってません、言ってません。記憶正しいエビナケですから。そうですか。本当ですよ、はい、ということで今日は結局企画が全部決まりませんでしたので、はい、あれ、さっき出した3つの曲どう？これ一応この部屋の主である、主である。あれ、決めていいの？じゃあ順番にやろうか。じゃあ順番にやりましょうか。最初から。じゃあとりあえず最初一発ぐらい。来週ヨガやるの？ヨガやりましょうか。ヨガ決めた。じゃあ来週は不法入国してるインド人3人を持ってきて、持って浮かしてみるっていうのはどうですか？不法入国してるインド人の方をここに連れてきただけで問題になりそうな感じはしますけども、はい、じゃあヨガの、冬ヨガの行者のハンマー叩き大会ね、これ来週やります。じゃああれやろうよ、はい、あの電話で関節で一番でかい音の出た人を優勝するっていう関節鳴らしやらない？ボキボキ、これ面白いね。私結構なるよ。ほらほら、負けちゃったな、あの人には。ほら、私も結構な、ね、すごいところを鳴らした人、すごいところを鳴らした人が一番強いっていうんですよ。場所もいいね。あ、そうか、女性なんかでもそうだよね。軟骨鳴らし、あ、軟骨鳴らし、いいよね。他にどっか鳴ります？え、他に、おお、何、どこ鳴らすの今の？今ですか？手羽先。手羽先。この貝殻ボロネの後ろのところ、食いもなるよ。ほら、取れたかな、マイク今。自分が優勝しようと思ってその企画出しませんでした。じゃあどうしましょうか。じゃあ来週は一応関節鳴らし、関節鳴らし、半年間企画を考えてずっと終わっちゃってますか。ちなみにでも来週は何かやりましょう、一応、ね、何やる、何やる。じゃあ関節やろうか。え、そうやってやんなかったら本当苦情の山だよ。関節やりましょうよね、関節ね。だって聞いてる方は電話の向こうで鳴らしてもらって、この時間にみんなで言うたを呼んでくれって言うんですか、このスタジオ。電話つなぎますか。いいな、でも脇はかなり入ってるけど、でもいや、一回やってみよう。自分で言っといて引いてたんですよね。同じ三家グループだし。どうしましょうか。どうしましょう。え、まあどうしま、あ、じゃあハガキをもらいましょう。何をすればいいか。そう、このコーナーで一体何をすればいいかっていうハガキをもらいましょう。はい。それが一番いい企画だわ。はい、やっと落ち着いてくれたわ。ね、郵便番号 160-02 文化放送ラジオ子、リエコの部屋のコブヘイで半年間何をやったらいいのか。このタイトルも考えてもらおう。これもやだもん。たくさんの皆さんからのリエコの部屋のコブヘイはやだもん。収集がつくにしてもらえ、タイトルと中身お願いします。たくさんのお便りお待ちしております。コブヘイさん、また来週もよろしくお願いいたします。やだ。お疲れ様でした。職場生き生き郵便局の職域保険、さあご一緒に。職場生き生き職域保険、職場生き生き。保険業で大きな保障、1年自動更新で楽々、郵便局の職域保険。生き生き。フジテレビ秋のキャンペーン、テクアクというの知ってる？ほら、テレビ CM や駅のポスターにチンパンジーが出てきて、なぜだろうって言ってるでしょ。フジテレビのテクアクとは何ぞやと思う人は、新宿ウエストンギャラリーのテクアク店へ行ってごらん。
10月13日から25日までやってます。お待たせいたしました。ファン待望の競馬予想ソフト馬番クラブ誕生。ゲームボーイを使うから操作は簡単、持ち運び自由、待った3分でデータ入力。馬番クラブプレイングインターフェイスのヘクトから10月16日新発売。評判ラジオ国丸ナースのラジオ横丁一番地、この時間はヘクトの提供でお送りしています。さて、最後のコーナーはセピア色のフォトグラス、フォトグラフ。今日は今週のマドンナ登場。6時45分頃、やりましたのナンパでございますけども、はい、小林くんとですねアニマルテーダーの3人が、半ば拉致という感じでね、拉致気味に、渋谷の方から女の子内木さんを連れてきてくれましたが、スタジオにやってまいりました。それでは早速このスタジオにお呼びしたいと思います。どうぞ。練馬区にお住まい、19歳同い年男の子、奥田慎。これ名前が芸能人みたいな、俳優さんみたいな、ね、え、奥田慎さんっていなかった俳優さんで。いや、たくましいんですよ。奥田慎さん、奥田慎さん。あ、そうか、そうか。奥田慎くん、今電話つながっています。奥田くん。もしもし。こんばんは。こんばんは。どうも、この度は。あ、こんばんは。まだおめでとうございませんね。すいませんでした。あ、いえいえ。あの、今学生さんですか。今、働いてます。働いてる。はい。きみこちゃんも働いてるんだよね。はい。あ、いいな、働く労働青年同士で。若いね、こんな書いてる感じがしていいじゃないですか。あの、どんな女性のタイプが好みですか。どんなタイプの女性好みですか。好みですか。好みは贅沢なんでそういうものはないです。あ、そうですか。はい。ないですって言う方が失礼じゃないですか。やっぱりある程度ね。ちょこっとあるって言うとけ。やっぱり、そうですね。あの、やっぱり優しい女の子がいいです。でも一緒だよね、うん、ぴったり優しい男の人が好きそうだもんね、うん、で優しい女の子が好きという、はい、ほらもうこれでもう 90% できたねもんですね。今声聞いててどうですか、キミコちゃん、こういうタイプの声は。声だけじゃ分かんない。もうちょっと聞いてみましょうか。はい、あの、奥田くんは今身長何センチ。身長は160です。160センチ。はい。それくらい。体重は？体重52です。52。スマートですね。スマートですね。ナースの前の体重ぐらいだよね。あ、ほっといて、だいぶ過ぎてる。ね、で今19歳で、はい、例えばキミコちゃんちょっといいですか。はい、あの、趣味はドライブとかあります？助手席に乗りたいわとか。はあ、そう、ドライブも好きだし、うん、カラオケとか。あ、カラオケ。しんちゃんは、しんくんはカラオケは？うわ、もう大好きです。あ、はい、はい、あら、もしあのしんくんが、ネックのきみこちゃんに歌ってあげたい曲というのは、そうですね、話したくないとか。話したくない。キーブラウン。じゃあ歌ってもらいましょうか。キーブラウンですね。じゃあちょっと歌ってもらいましょうか。ちょっと歌ってもらいましょうか。はい、どうぞ。え、いきなりですか。あ、じゃあね。あ、じゃあちょっとサビの一箇所だけ。どうぞ。じゃあ、話したくはない。話して。歌わしたくなかったね。どうだった君。なかなかアクティブな青年だね。面白い。面白いよ ね。それでは早速ですね、今からアタックしていただきたいと思います。頑張ってデートにこぎつけてくださいね、奥田くんね。はい、はい、それではきみこちゃんにアタックスタート。もしもし、はじめまして。はじめまして。まさか自分がこんなラジオでこういうことになるとは思わなくて、ちょっと緊張してるんですけど、いきなりなんですけど、はい、車好きですか。はい、好きです。自分車持ってるんで、あの、できればドライブかなんか一緒に行ける子をずっと探してたんですけど、はい、なんか、まあ、こういう場を借りて、あの、もしよかったら、あの、隣に乗ってもらえないかなと思って誘ってるわけやね。はい、ね、今度ドライブどっか一緒に行きたいなと。例えばいきなりあのドライブっていうとね、これあの一度会ってっていうか、はい、いきなりドライブで2人だけでその個室の中に一緒にいると、あ、ね、はい、まずいかと思う。これはロミーじゃないのよ、ジムじゃないのよ、タクシーの後ろに乗ったやん。そうでしょ。じゃあもし、はい、あの、
きみちゃんと最初にデートするとしたら、はい、どこで待ち合わせしてどこ行きますか？自分は池袋近いんで、あの池袋の例えば東急ハンズとかああいうなんか庶民的なところで待ち合わせをして、で、そう、映画かなんか一緒に見に行きたいなって思います。きみちゃんいかがですか？へぇ今のゲームです。きみちゃん映画ってわかる？ちょっと待ち合わせ場所変えた方がいいみたいな。東急ハンズ、東急ハンズ言った時、って言ってたよ。って言ったからね。あ、そうやね。東急ハンズ。例えば待ち合わせの場所でももう少し、例えば公園とか。あ、どうですか？公園いいですね。きみこちゃん例えばこんなところで待ち合わせしたい。家が遠いから。ちょっと引き気味の答えですね。家が遠いから。家が遠いってのよく聞くんですわ。もう家が遠いから。車なんだから、うん、お迎えに行けばいいじゃない？おや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 。まずいか。お父さんに怒られちゃうから。近くの駅まで。ああ。近くの駅ってどこですか？双子玉川とか。ただ福田くんだって練馬だよ。あ、遠いか結構、うん、でもカンパチかなんかでバーって行けばな。双子玉川やったら飛ぶとこもいっぱいあるんじゃないか、ね、え、そうですね。川の河原でキャッチボールするなんてさ、そんなことじゃないわよ。健全な戦争、うん、ね、うん、さてということで、一応ここでですね、アタックの時間は締め切りということになりますけども、締め切りというかそのね、リミットが来ましたけども、いよいよこれからきみこちゃんにお返事をいただこうということでして、来週もしね、うまくいくと、来週のデートをしていただくということになるわけでございますね。はい、それではきみこちゃん、今ちょっとこれだけじゃね、ちょっとね、まだ判断できないかもしれませんが、うん、一つですね、きみこちゃんからお返事をいただきたいと思います。で、OK でしたら、いいわーんと色ってくる。ちょっとやってみます。いいわーんっていう風に。ダメなら、いやーん、もう、ダメだった場合、いやんもう、だから、いいわんか、いやんもう、どっちかにしていただきたい。どっちも色っぽいですね。これこっち色っぽいんですよ。どっちもいいな。あ、奥田くん、はい、正義の一瞬です。はい。さあ、練馬区の奥田慎くんと、きみこさんは、デートしてもいいですか？いやんもう。ひょろひょろひょろ。パッパラパッパーラ。倒れて誰か。残念でした、しんくん。はい。ねえ。でもなんか気が合いそうだったんだけどね。趣味は合いそうで、カラオケ好きで、ドライブ好きで、お互い優しいね、理性が好きだっていうことで。ドライブしたらいっぱいいるけどね。どういうところがダメでした？ちょっと身長が低いなと。60センチ。今、きみこちゃんは56センチだっけ？55。でも、身長だけじゃない男は。大事なもんがもっとあるの。心、心。ハート、ハート。泣かしてたんだ。そういうわけですですね。まあ、シー君、はい、ね、残念でした。あ、どうもすいません。またあのチャンスがあるかもしれないから。毎週やってますから。はい。ね、はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ってください。はい、さよなら。頑張ってください。はい、まあ残念な結果になってしまったわけでございますけど、来週もこの企画やりますので、我こそはという男性の方、来週も電話でアタックに挑戦していただきたいと思います。ということで、きみこちゃんともわざわざ今日はどうも。すいませんでした。今から二玉間の方まで帰るわけ。二玉間。二玉間の方まで。二玉間の方で。あ、そうです。一人で帰る。はい。一人で。寂しくないですか？大丈夫です。大丈夫です。はい。もうはっきり嫌ですって言った方がいいです。何言われても。はい。危ないですから。ということで。ということで、小林とアニマル探偵団が、アニマル警団がですね、はい、来週もまた行きます。来週、ちなみに、新宿あたり、新宿あたり、はい、バリバリ、バリバリ行きますね。行きますね、ほんまね。この雰囲気やめんか、はい、バリバリ行きますねって、ほとんどきみこさん今日囲まれたでしょ、まあ、怖かったでしょ、最近、最初はね。ということで、来週もこの3人に、もし囲まれた場合は、ここで優しくついてきていただきたいと思います、はい。はい。ということでございまして、新たにアタックでございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。内藤洋子さんで六本木ララバイ、内藤さんで六本木ララバイでした。ラジオよっこちょうど一番ここで文化放送交通
情報です。警視庁の澤田さん。はい。この時間も青梅街道と方南通りが目立っています。五日市口を頭にして市ヶ谷の方から75分。方南通りの方は清水橋から神奈川に出る3キロ弱のところが40分もかかっています。首都高速事故障がありません。渋滞の方はコンパクトにまとまってきました。でも8時からの閉鎖は8カ所。下りの永福、内回りは銀座と神田橋、外回りの芝公園、五福橋、北行きの西銀座、西行き大井南と東行きの有明です。箱崎に向かう渋滞、外回りは三宅坂から、内回りは浜崎橋から、そして3号線の下り池尻に向かって、外回りは銀座から、内回りは江戸橋からぎっちりとなっています。湾岸線両方向の渋滞、東行きは葛西で8キロ、西行きは昭和島で3キロです。警視庁からお伝えしました。はい、どうもありがとうございました。次の交通情報は8時25分頃にお伝えします。文化放送天気予報です。さて、先ほどもお伝えしました通りですね、雨が降り続いているところあると思いますけども、ここ数日、やはりこの傘は手放せない数日か、状況ですね。秋の長雨っていうのはありますけどもね、そうならなきゃいいんですけども、今夜は曇り時々雨、そして明日は曇り朝夕一時雨、明後日は曇りで、明日の降水確率ですが、大体日中は 40% なんですけども、夕方6時以降は 50% ということで、だ日中 40% のまあ降水確率ですから、やっぱり昼間ちょっとね、営業の方なんかあちらこちら行かれる時はやっぱり傘は手放せないということでございます。以上、天気予報でした。ということで、あたふたとお送りしてまいりました、はい、ラジオ横丁一番地のなんだかよくわかんないうちに終わったんだけど、今日はたくさんの方がいらっしゃったね、誰が来たかと思い出そうと思ってんだけど、そうなのよ、全然わかんないんだよだから今日はだから初めてお会いする方が多かったのね。最初は最初があ、でもトンビさんと永谷さんはいつもね、あれだったけど、ね、まあ、小武平さんから、 それから小林くんと小林くんとアニマルテーダーの2人 と、 それからあのキミコちゃんとも来たし、そうだよね、あらバタバタと言ったわ。さて、あのお約束でございますけど、はい、そうですよ、埼玉トヨタカリーナプレゼント、はい、ということでラジオ横丁ではすでにおなじみのこの埼玉トヨタさんからのトヨタカリーナプレゼントでございますけども、今回の応募方法はがきにキーワードを書いていただきます、はい、番組のオープニングとエンディングにキーワードを言いますんでね、でオープニングのキーワードとエンディングのキーワードをつなげて書いてください。オープニングのキーワード皆さん覚えてらっしゃいますね、はい、いらっしゃいますか、ね、はい、そしてこのエンディングのキーワードはじゃあこのナースの方から、あ、オープニングのはもう教えてあげないの、まあ、今回は、まあ、初日ということで教えちゃいましょうか、教えてあげましょうか、はい、クラウンでしたっけ違いましたね、違いますね、トヨタです、はいはい、オープニングはトヨタでございます、はい、エンディングはカリーナです、はい、トヨタカリーナと今週は書いていただいて、はい、郵便番号 160-0 に文化放送ラジオコ埼玉トヨタトヨタカリーナプレゼントの係でございます、ということで郵便番号 160-0 に文化放送ラジオコ埼玉トヨタカリーナプレゼントの係までたくさんのご応募いただきたいと思っております、はいはい、これはこの番組だけね、そうですよ、はい、さっきのことわざのは、はい、文化放送通してね、そう、今週と来週の2週間このラジオ狩りっていうことでね、ラジオこの方はことわざクイズで、はい、明日もナースにあのことわざ出題します、わかりました、楽しみにしてください、はい、さて、たくさんの皆様今日はあの再会の思い出ということで今日はお電話いただきました、はい、はい、こちらは匿名希望さん、板橋区にお住まいの41歳の主婦の方からいただきました。春に近所の保健所で体力測定がありました。無料だったので行ってみたところ、私の実年齢は体力年齢を下回っていました。実年齢は41歳なのですが、体力年齢は45歳と出てしまったのです。ショックを受けた私は1年間中断していたジョギングを再開しました、うん、毎朝5時半から1時間ほど走ります。おかげで体調も良く、体重も現状維持を続けています。やっぱりね、なんかショックなことがあると心がけるよね、うん、健康とかシェイプアップとか、そうね、もうショックね、もうあんなにね、ボワーってもう忘れてたからさ、ショックでショックで頑張ってシェイプアップしたわよ。そのおかげあってこれだもんね、今ね。そうでしょ、うん、私も身長は低いんだけどさ、うん、太ると厚みが出て大きく見えてたらしいわよみんなにきっと最近ちっちゃいだって、ちっちゃい、はい、埼玉県川越にお住まいの、松本治さんからいただきました、今年の夏休み韓国に旅行に行き、韓国人の友人と再会しました。8年前彼が仕事で日本に研修に来ていた時、私が案内役を務めて以来の仲なんですが、手紙や電話のやり取りはそこそこあったものの、
顔を見るのはその時以来、空港は休暇シーズンに重なって大変な混雑ぶりでなかなか会うことができませんでした。やっと彼を探し出した時、2人とも安心と嬉しさで恥ずかしいことですが泣いてしまいました。最初周囲の人々は何事が起こったのかと感じ呆気に飛ばれていましたが、そのうち事情が飲み込めたらしく温かい目で見守ってくれました。韓国は日本人にあまり良い印象を与えていませんが、彼も含めて私にとってはとても優しく親切な人たちばかりで、素敵な再会の思い出を作っていただきましたということです。ありがとうございます。それは良かったね。これはいい思いですね。はい、もう一方、はいはい、こちらは恵美子さん、足立区にお住まいの46歳の主婦の方からいただきました。はい、5年くらい前、福祉関係のバザーに出すために婦人用セーターを編みました。今年近所の中学でバザーが行われたので行ってみると、古着のコーナーに私の手編みのセーターが出されててびっくり懐かしくて思わず自分で買ってきてしまいました。せっかくのセーターとの再会、今年の冬はこのセーターを着て過ごそうと思っています。すごい巡り合わせだね。これは本当にね、今日もたくさんのお電話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日もまたやりますんで、たくさんのお電話お待ちします。はい、皆さん、うん、毎日やってますからね。毎日電話ありますから、はい、それから今も時間もほとんどありませんけどもね、今日もちゃんと、あ、いいじゃないのそれ、ラジオ掛け時計これ作ったの、私たちの写真があって、そうそうそう、時計がついてて、ね、楽しみにしてください。これもプレゼントしますんでね、はい、これスペシャルプレゼント、そうそうそう、はい、すぐでお相手の村君になると、ナスイレでした。それではまた明日、さようなら。